絶対カッパ着た方がいいって。それいい。マジで？マジで？まあ、とりあえず面白くないやろ。裾濡れたらいいや。ちょっととりあえずちょっとじゃあ子供用の寝起きとか。ちっちゃ。つかねリボンついてるよ。こんな感じ？なんでそれで撮ってるさ。ちっちゃい。そらちっちゃいやろ。ちっちゃいけどな。これかわいいね。これだけやろお前って。そうです。この通りです。この通りです。でも着てる意味ないなこれな。アムロ行きます。え、アムロなの？そこアムロなの？もういざだろうと使い物があるかもしれない。ちょっと抜いてないね。よくあるパターン。よくあるパターン。さあ行こうか。さあ行こうか。はい、あ、ありがとう。いいな。日本語。日本語。実はこのバケツで被ります。何やろ。さあ、さあ。Right?
短い時間に集中して降る雨のことを集中豪雨って言うんだけど、昭和57年7月に長崎の長与町で降った記録的な集中豪雨は1時間雨量がなんと187ミリだったんだ。ではここでその187ミリの雨を体験しよう。137ミリ。から大きいのキーヤ言うたのに一番大きいのマスターに取られたあーぐちょぐちょ嘘がぐしょぐしょ。いや今日は天気がいいからすぐ乾くよ。よくないでしょこれしかも降りそうな感じになってる。いやーもうだって色全然違うもんこっから下が。いやでも、OK、葉っぱってすごい。ほな次行こうか。